ロジャー・ブルース・チャフィーは、アメリカ海軍の少佐、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。チャフィーは、ガス・グリソム、エドワード・ホワイトと共に、アポロ1号の事故により、ケネディ宇宙センターで死亡した。死後に、宇宙名誉勲章、パープルハート賞、アメリカ海軍航空章を受賞している。チャフィーは、ミシガン州グランドラピッツで生まれ、イリノイ工科大学に進学し、 1957年にパドゥー大学で航空工学の学士号を取得した。オクラホマシティのマーサホーンと1957年8月24日に結婚し、二人の子供、シェリーリンとステファンを設けた。チャフィーはボーイスカウトとファイカッパシグマのメンバーだった。1962年に空軍工科大学で修士号を取得した。チャフィーはアメリカ海軍で少佐に昇進した。 1960年代前半の彼の仕事は、ケープカナベラルの撮影等だった。ムーンショット、ザインサイドストーリーオブアメリカズレースツーザムーンという本の中では、彼は偵察機 U-2 で、ジョン・カイ・ケネディ大統領が1962年10月22日のテレビ演説で用いた、キューバに配備されたソビート連邦のミサイルを撮影したと語っているが、この頃、 実際にはチャフィーは A-3 を元にした偵察機ラジアン3に乗っていた。公式にはキューバ危機の時に任務についていたとされているが、正確な役割は明確にはなっておらず、キューバ上空を本当に飛んでいたかは明らかにはなっていない。チャフィーは熱心に狩りを行った。宇宙飛行士への応募後、彼は神経を落ち着けるために狩りに行った。NASA が彼に仕事を依頼してきたのは、 その狩りに行く途中のことであった。1963年10月18日、彼は14人の新しい宇宙飛行士の一人になったことが公式に発表された。彼はガスグリソム、友人サーランと共にエドワード・ホワイトがパイロットを務めたジェミニ4号の完成通信員を務めた。彼はまたグリソムと共に無人のサターンに1バイトロケットの打ち上げを 飛行機から撮影した。また、同僚の宇宙飛行士、エディオットシーの棺を担ぐ役を務めた。アポロ1号は彼の初の宇宙飛行だった。ミッションでは、アポロ好き着陸船は用いられなかったが、彼は月モジュールのパイロットを務める予定だった。チャフィーは、ガスグリソム、エドワード・ホワイトと共に、ケープ・カナベラルで起きた、アポロ1号の事故で死亡した。 打ち上げ前試験を行っていた時に、管制官に最初に火災のことを知らせたのはチャフィーだった。火災が発生して8秒の間、チャフィーはシートに座って、緊急メッセージを中継し続け、他の2人がハッチを開けようと、懸命な努力をしている間、管制等に情報を送り続けた。チャフィーとグリソムは共に、アーリントン国立墓地の第三地区に、ホワイトは、 ベストポイント墓地に葬られている。1995年の映画アポロ13ではリードルリがチャフィーの役を演じた。1998年のテレビドラマフロムジアース人類月に立つではベンマーレーが演じた。ありがとうございます。